我々さ、例えば言うたらさ、例えば賞レース出てる芸人だよ、お前は滑れとか言うことやんか、ひどない、いやほんまそうやで、漫才やってる時、あおい中盤のボケ弱いやろ、追いかけんかい、もっと巻き返したか、後半巻き返すんか、伏線回収せんのけ最後のもうエアまでためんかい、もうちょっと振って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 落とす、落とさんかい、ボケ死んでまえ、クソおもろないのカス、言いすぎやろほんでその野球ファンぐらいお笑い詳しいや、その人おい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 、変更してきたろ、おいおいおい、ね、おい、その中盤のボケ3つ変えたんか、変えた3つ全部ハマってへんのけ、おい死んでまえ、くれ元戻せ俺ら出たど出たど出たど、こびてこびてこびて、お前どこ目指しとんねん、お前は笑うか、中高生がボケ、大人は笑かせんかい、アホ人間出せ、人間もシステムリズムいらんねん、ボケいらんぜいらんぜ、地下芸人かなんか知れんけど、いつも売れてる芸人の文句言ってねえよ、お前平場でマジで戦ってもいい、お前なんか売れてる芸人1ミリも足元に追う漫才、靴脱めて舐めて死にやがれ、このクソ野郎が、いやいや、ちゃんと悪口言ってる、漫才じゃないよ、たまに俺あの地下芸人であることだけがアイデンティティのクズおるやん28年ぐらいやってる、いや漫才に対してのやじへん、あそうね、もしさ、じゃあオリエンタルラジオが、漫才協会入ったんですか、うん、入ったとしますよ、うん、で漫才協会 の寄せ小屋があるじゃないですかそこに出てたとする、あんたお客さんでもし行ってたらどういうやじ飛ばすんですか、どうやろうな、出てきてくれ、ちょっとオリエンタルラジオで、俺が、うん、でん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 こんなことなるで、なるよ、一番武勇伝やからその日が